はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、たったの55秒でお腹を引っ込めるという腹筋をやろうと思います。55秒なんですけども、10秒5種目そして1秒で息を吸います。なので55秒ということになります。で、このポイントなんですけども、5種目やるんですけども、10秒間息を吐き続けるっていうのがポイントです。あとは腹筋の種類なんですけども、5種目全部止まる腹筋です。というのも、実際お腹を引っ込めようと思うとですね、例えば動いてないですよね。実際お腹が引っ込む時っていうのは、立ってる時や座ってる時、そういった時にお腹を引っ込んでてほしいので、そういった場合は止まる腹筋がおすすめです。なので今回5種目止まる腹筋をやっていきます。まずちょっと紹介していきます。こういう姿勢でまず止まるような1種目で、今度はこれで止まっときます。 2種目、3種目目は足を振ります。4種目目は万歳して止まっときます。5種目目はお尻を軽く動かしたプランクです。ではやっていきましょう。ランタスティックタイマーを使っていきます。必ず10秒間息を吐き続けてください。で、1秒で吸わないといけないので、大きく息を吸って10秒間細く長く吐き続けてください。いっぺんに、ふーと吐き続けてしまうと10秒間持たないので、ふーと細く長く吐いてください。その時にはお腹をしっかりどんどんへこましてください。ではやっていきましょう。ではいきます。3, 2, 1, 1, rest, 4, set to go, workout. 3, 2, 1, 1, rest, 1, set to go, workout. 3, 2, 1, 1, rest. Timer completed. はい、お疲れでした。5種目たったの55秒なんですけども、結構息を吐くのがね、10秒間続かない人もおったと思います。というのも、お腹を引っ込める力っていうのは腹横筋といって、息を吐きながらね、お腹を引き締める、お腹を引っ込むね、コールセットみたいな役割をするんで、その腹横筋が弱い人は息が長く吐けません。ということは、お腹がしっかりへっこますことができないので、息をしっかり吐く力をつけながら、お腹に力が入った種目をするっていうのがポイントになります。もちろんこうやってね、収縮する腹筋ももちろんいいんですけども、もうお腹を引っ込める腹筋というのは、できるだけ止まって行う腹筋がベストです。なので今日みたいな腹筋、何度も動画を見ながら一緒にやってください。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら説明欄にあるチャンネル登録よろしくお願いします。またサプリなどタロトルが使っているものが載ってますんで、よかったらご覧ください。頑張った方はコメント待ってます。